尾張徳川家は徳川氏の死刑徳川御三家の一つ。御三家の筆頭格であり、江戸時代には尾張藩主を世襲し、諸大名の中で最高の格式を有した。尾張大が言か、単に尾張や、美衆家とも言う。明治維新後には家族の公爵家に列した。徳川家康の旧男、徳川義直を家祖とする。義は1603年に、 家康から海の国に封じられるが、海当地は甲府城代、平岩近吉によって担われており、吉直自身は在国せず、駿府城に在城した。元服後の1606年に吉直は、兄、松平忠義の遺跡を継ぐ形で、尾張国清須に移法された。その際に、家臣団が編成され、尾張徳川家は江戸時代を通じて、尾張藩を治めた。 徳川将軍家に後継ぎがないときは他のご参加と共に講師を出す資格を有したが、七大将軍の徳川家継没後、紀州徳川家出身の徳川義宗が、尾張家の徳川継友を制して八大将軍に就任した。その後は、ご参教が創設されたり、ご参教の系統が尾張藩主になった影響もあって、尾張家や義直の直系子孫からは、 結局将軍を排出できなかった。藩祖、吉直の異名である、王名によって模様されることを、秘伝の藩里氏として、代々伝えてきた、勤の家であった。母親戦争では、当時の将軍家当主、徳川義信と共に行動した。尾張徳川家の死刑として、美の国高須藩を治めた、高須松平家がある。しかし、共に、短命の藩主が多く、 1799年に、尾張徳川や、1801年には、高須松平家で、吉直の断系子孫は断絶し、19世紀以降の尾張家は、養子相続を繰り返して、現在に至っている。第10代、成友から第13代、吉次まで吉宗の血統の養子が、藩主に押し付けられたが、これに反発した尾張派は、第14代、吉勝を、 高助から迎えることに成功し、幕府からの干渉を弱めた。1869年の反赤奉還によって、第16代、吉典は家族に助せられ、名古屋藩知事となった。また、出録処分後、約74万円という高額の金禄交際証書を受領した。資産のうち約43万円を、第15国立銀行に出資して配当金を、再投資し、また、 四族受産のため、北海道、有楽部原野の土地を開拓して、役務町を開くなどして、維新後も高い政治的、経済的地位を維持した。1884年の家族礼交付の際、第18代、義礼は、女爵内記の規定通り、旧五三や紀州、三戸の両徳川家当主と共に公爵に除せられた。また文家の徳川義女も父、義勝の維新の功績により、 断尺に除された。1871年の廃藩置県により、旧大名家が東京に拠点を移し、旧藩地の財産を処分する中、儀礼は名古屋市東区大曽根に本邸を置き、1900年に名林中学校を開設、家財の保存に努めるなどしていたが、第19代、義地下の時、尾張家の事務所と本籍を名古屋から東京へ移し、1910年代以降、 明林中学校を愛知県二条と重機を競売に出し、墓地を集約するなどして、名古屋の施設、重機等の整理を進め、建物や所有地を大々的に処分した。吉地下は1931年に財団法人終わり徳川霊明会を設立し、処分した重宝の売却益等により、大曽根の二霊提跡土地に徳川美術館、目白に放射文庫、 徳川生物学研究所を開設した。戦後、1946年に、吉地下が戦争協力者として公職追放に遭い、1947年に家族制度廃止により、借位を喪失。財産税の適用により、資産の約8割を喪失。保有していた南満州鉄道の株券が無価値になり、役も町の徳川農場は、農地法の適用を受け、 一部の山林を残して解放された。財政難のため目白の邸宅は西部に売却され、放射文庫は1950年に反省資料などを徳川林政主研究所に残して名古屋市に売却され、徳川生物学研究所は1970年に閉鎖、施設はヤクルトに売却された。2016年現在、公益財団法人徳川黎明会が 徳川美術館と徳川林生士研究所を運営。株式会社役も産業が、目白の邸宅跡地に建設された外国人居留者向けの賃貸住宅と役も町に残された山林を運営しており、尾張家の当主は、黎明会会長、美術館館長、役も産業社長に就任している。太とは、性質書生、尾張徳川家との求心関係による火星の顧問会。 1908年に19代、吉地下が家督を相続した時には、田中藤丸をご相談人情とし、加藤孝明、長井久一郎、成瀬正男、中村治、横井神義、片切助作の6人がご相談人となっていた。後に、八代六郎、渡辺上太郎、大隅峰夫、松井岩根ら陸海軍の将校がご相談人となった。 ご相談人上、ご相談人1908年に19代、吉地下が家督を相続したとき、東京には、家父、水野正則以下3人、名古屋、大曽根の本邸に、家令、海府昇るぞ以下、家父4人、うち18名が勤務していた。家令家父判例、太船は、実施、破船は、養子、太地は、当主宗勝は、宗春の養子にはならず、 半量は一旦就航の後胸活に下す形が取られた。ありがとうございます。